教えてください。8歳の時です、ちょうど転校したタイミングで友達もいなかったのでサッカークラブを見に行って、サッカーやりたいと思ったので始めました。結構外で遊ぶことが多い子供でした。子供いますか？小学校の時、小学校6年生の時に、サッカーでは全国大会出れなかったんですけど、フットサルで全国大会出れて、それがまあとても印象深い試合になりました。好きなことでも嫌いなことでも一生懸命何事も取り組むことだと思います。一生懸命頑張ってください。